F は N-20.10F は N-20.10 エギオン F は N-20.02 アーボーリート 290PXF は N-20.02 アーボーリート F は N-20.02 アーボーリートデューベンドルフの航空博物館に展示されている F は N-20F は N-20 はスイスで最初のジェット戦闘機である サルザー D45.04SM-1、スイス連邦航空機交渉は、第二次世界大戦終結後に4発エンジン搭載の高代翼機の開発を始めた。この航空機は、主翼内に4機のターーボファンエンジンを装備し、バイパスした空気をエンジン両側の冷気パイプを通し、燃焼室へ送り込み、そこで、さらに燃料をアフターバーナーとして燃焼させることができ、 主翼上下面の大きなスロットは、空力的フラップや、スラストリバーサーとして使用することができるように考慮、されていた。航続距離を伸ばすために飛行中に2機のエンジンを停止させることができた。N-20 は、着脱式の武器層内に相当量の機関砲、ロケット弾、爆弾を搭載できるように計画されていた。当初この機に装着するエンジンは、スイスの企業のズリツァーで設計。 製造される予定であったが、同社が1947年に、この計画を諦めたために、N-24 のエンジンの手本に、英国のアームストロングシドレーマンバ、ターボプロップエンジンが選定され、プロペラ減速ギアが低圧コンプレッサーに交換された。奇抜な形状の主力のテストをするために3、コスケールの木製グライダーが製作され、1948年4月17日に、 飛行が行われた。このグライダーは着陸時の事故で破壊されたが設計の有用性を証明し、続いて似たような大きさで主翼の上下面に 0.98KN のツルボメカピメーネエンジン付けの航空機アルバレーテが製作され、1951年11月16日に飛行した。この機体は良好な運動性を見せ、最高速度は 時速 750km に達した。実寸大の機体では最高速度は 1095km に達すると計画されていたが、1948年にデファビランドモスキートに喧嘩されてテスト飛行し最初に飛行したターボファンエンジンとなった当初のマンバの改造型 SM-1 は十分な水力を発生することができず、決定版となる 14.7KN の水力を 発生する二軸の SM-5 エンジンの開発には、かなりの追加作業が必要であった。4機の SM-1 エンジンを装着した、試作機は1952年に完成し、タクシングテスト中の1952年4月8日に、短時間だけ飛行したが、その後すぐに搭載エンジンと N-20 の機体の開発は、キャンセルされた。 N-20.10-N-20 ザ・スイス N-20 ジェットファイターボンバー N-20.2 アーボリートザスイス N-20 ジェットファイターボンバーありがとうございます